みなさんどうもこんにちは、企画です。本日は1月16日からやってきたトッテナム CS レベマ企画やっていきたいなと思います。今週はこちらのトッテナム CS が登場。なんとなんとソン・フンミンさん初の総合企画でございます。いやこれは熱いね。もうなんか最近100のバーゲンセールが来てるような感じですけど、まあでもソン・フンミンの総合値100はちょっと格別なんじゃないかなって思ってますね。まあ今シーズンは CS ガチャとダービーガチャが中心で展開されるみたいなので、今後ですねこういったクラブ単位でのガチャっていうのはすごく増えてくるんじゃないかなって思ってますね。しっかりと今回も丁寧にまとめてきましたので、ぜひ参考にしていただいて皆さん引くべきかどうかっていうのを最後考えてみてください。そして皆さんいつも見てくれて本当にありがとうございます。チャンネル登録者53.6万人突破でございます。すごくいいペースで増えてますので、まずは大台の55万人目指して頑張ってやっていきたいなと思います。皆さんいつもコメント高評価チャンネル登録ありがとうございます。ということでいつも通り僕の妖怪順もつけていくんですけど、これあくまで僕の独断と偏見になるのとゲーム内での評価にはなりますので、そのあたり理解していただいた上でよかったら最後までご覧ください。では行きましょう、レッツゴー。はい、まずはですね各選手のトップ強化ご覧ください。このトップ強化が他の能力よりもズバ抜けて強化されていて、この一覧はもちろん個別比較のところでも星のマークがついているものがトップ強化になりますので、ぜひ注目してチェックしてみてください。そして今回もガチャ全体の評価いきましょうか。全選手の能力を見た上での評価になるんですけど、いや、 やっぱりねこのガチャソン・フンミンが圧倒的ですわ。他にもいい選手はいるんですけど、ちょっと1人だけレベチなので、もうシンプルにソン・フンミン当てれば勝ち、そんなガチャになってるんじゃないかなって思ってますね。まあ、能力は過去最強なのでかぶっても全然喜べますし、8名搭載って考えたら狙いやすいと思いますので、とにかくソン・フンミンが欲しい方はぜひ引いていただきたいなと思ってますね。まあ、ただガチャでも言った通り、ビカキンビカキンが無理して引くべきかって言われるとそこまでではないと思いますし、まあ、今後来る予定のミラノダービーガチャとか、それこそ、まあ、来るかわからないですけど3月のクラシコガチャとか、月曜日のガチャで言うとそっちの方が優先度は高くなるんじゃないかなとは思ってますね。まあ、でも本当にこのソン・フンミンは当てられればすごく価値あると思いますので、ぜひ皆さん狙ってみてください。僕は当てられなかった、頼む僕の分も引いてくれ。ということでこっから個別比較いきましょうか。まずは B 評価第8位ロリス選手。ロリスはですね全体的にしっかり強化されているものの、コンディションの不安もありますし、当たりランキング的にはどうしても厳しい評価になっちゃうのかなと思いますね。まあ、ただゴールキーパー能力が低いわけではないですし、低弾道パントキックなんかもありますので、選手少ない始めたての方とかは全然使ってみるのもありなんじゃないかなと思ってますね。こちらがですねフランスパック版との比較、ほぼ能力一緒なんですけどギリギリフランス版優勢ですかね。パック買った方は引き続きそちらを使ってあげてください。ということで次行きましょう。さあ連続での B 評価第7位ホイビア選手。このガチャはですねホイビア含めて3名が FP 初登場になりますので、初登場が多いのは被らないことにもつながりますので、シンプルにありがたいですよね。でホイビアはですねとにかくスキルが優秀で、ワンパスルーパーミドルシュートインターセプト低弾ドロブかなりいいですよね。まあパス系スキルが多いのとパスの能力も優秀なので、パスに関してはボックス2ボックス屈指の高さがあるんじゃないかなって思ってますね。まあこの辺りの特徴はあるんですけど、瞬発力ボディコン決定力などがっつり低い数値も多いので、ちょっと気になる部分も多いのかなって印象ですかね。もうちょっと強化で欲しかった、コナミさん次はお願いします。さあこっからが A 評価第6位ベンタンクール選手。連続でボックス2ボックスの選手の紹介ですね。まあ、ベンタンクールはホイビアほどスキルの豪華さはないんですけど、その分全体的に能力は底上げされてますね。スタミナ90ありつつスピード瞬発も両方8流超えてますので、だいぶ扱いやすいタイプに仕上がってるんじゃないかなって思いますね。これだけですねバランスいい能力であればライブアップデート次第では勝ちつかも見えてくると思いますし、どんなスカットでも使える汎用性もありますので、まあこの辺りすごくいいんじゃないかなと思いますね。まあ強いて言えばスキルでスルーパスダブルタッチブロッカー、この辺りがあるとより良かったかな。まあ、悪くはないんですけどちょっと惜しい感が正直否めないんですよね。でこちらがですねウルグアイ国代表バージョンとの比較。いやウルグアイバージョン強いね。レベル上限が今回のやつよりも前回のが高かったので、まあ当然の違いなのかなとは思ってますね。はい、ということで次行きましょう。お次は第5位 A 評価ケイン選手。
このガチャでソン・フンミンと並び圧倒的最高額の選手なので、コスパ的には最強クラスになるんじゃないかなと思いますね。ただ同時に通常との能力差が相変わらず渋すぎる。毎回そうなんですけど、もうちょっと強化してくれないとマジで通常と変わらないので、ここは本当にもったいないなって思っちゃいますね。まあでもちょっとでも強化されてますし、しっかりオフェンスセンス、決定力、キック力あたりはぶち上げつつ、他もバランスいいのがさすがですよね。今作からリンクフォワードになってますし、より周りを生かすようなストライカーに進化してますよね。あと今回の大きな武器はトップ強化のフィジコンですよね。 DS100 で85到達するのは他選手と大きな差別化になってますね。でかくて瞬発が低いことからちょっと重たさはあると思うんですけど、そこが気にならない方はぜひガッツリ使ってあげてください。でこちらがですね、以前のバージョンとの比較、なんとイングランドパック版よりも強くなっております。まあ誤差レベルなのでどっちからも無理に乗り換える必要はないですけど、余裕があったらぜひ乗り換えちゃってください。ということで次行きましょう。お次はですね、 A 評価第4位ビスマ選手。このガチャの強化度ランキング圧倒的ナンバーワンはこのビスマでございます。結局見てほしいのはレベル上限で、通常と変わらない上にベース強化もしっかりされてますので、そりゃ強くなるよなって感じですね。でこのビスマスキルは少ないですし、コンディションは普通なので荒削りな部分はあるんですけど、見てほしいのがこの守備能力、上から83、97、92、94、ディエンセンスは90届いていないんですけど、トップ強化のボールダッシュは13振りで97、DS100 でカンスト、とんでもないことになってますよね。まあ正直ですね、がっつりディエンス15上げて、ディエンセンス85のボールダッシュ99カンストまで持ってっちゃってもいいんじゃないかなと思ってますね。間違いなくこのディエンス能力に関してはボックス2ボックス最高レベルですよね。まあライブアップデートいい時は後半の守備固め要因とか、そんな感じで使っていただけるといいんじゃないかなと思ってますね。まああとやっぱね、スキルでブロッカーワンパスルパ、このあたりがついてたらもっと評価ぐんぐんに上がってたんじゃないかなって思いますね。はい、ということで次行きましょう。はい、こっからがトップ3。第3位、クルセフスキ選手。ウイレ時代マジで使いまくってたな。無印 CF で使うと死ぬほど強かったんですよね。まあ、こちらもですね、リウッドボールでは初めての FP 搭載になるんですけど、ちょっと低めだったオフェンスセンスが強化されたことで、かゆいところに手が届くいい感じの強化になってますね。スキルでダブルタッチワンパスルパコンカなど、かなり優秀なのはもちろん、TS100 でフィジコン75、ボディコン80乗りますので、大型でゴリッといけるドリブラーなのが、他のドリブラーとはちょっと違うタイプですごく魅力的だなと思ってますね。まあ、今回はパスとかにも結構振ってバランスよくタレントポイント振ってみたんですけど、もう思い切ってパスをちょっと削ってフィジコンを TS 役で80乗るように設計したりとか、そのぐらいですね、フィジカルに振ってみてもクルセフスキは結構面白くなるんじゃないかなと思ってますね。まあ、決定力とかはそこまでなので、真ん中よりもウィングやサイドハーフなどサイドでの起用が安定になってくると思います。まあ、コンディションの不安もありますので、今回は A 評価にしましたけど、初登場って考えるとかなりの当たりにはなってくるんじゃないかなって思ってますね。はい、ということで次行きましょう。さあ、こっから一つ評価上がりまして、 A プラ評価第2位ロメロ選手。ロメロは相変わらず守備能力バグり散らかしてますよね。上から92、91、95、90、ついにトップ強化ディフェンスセンスが素の状態で90超えてしまいました。この能力あれば全然勝ちスカでもやっていけそうですよね。まああとはライブアップデート次第ですかね。最近試合にはコンスタントに出ているみたいなので、トッテナムの調子が上がってくれば使用頻度もおのずと増えてくるんじゃないかなって思ってますね。でちょっと気になったので、今週出てきた指名契約のライスとがっつり比較してみました。いや、こう見るとライスめちゃめちゃ強いね。まあ空中戦はロメロ優勢なんですけど、ディフェンス面と足元の安定感がライスはレベチなので、改めてこのライスが無料で確定ゲットできるのはめちゃめちゃ熱いなって思いましたね。そして最後に以前のロメロとの比較、丸1よりは確実に強くて、アルゼンチンパック版には勝てないですかね。まあどっちも同じぐらいですけど、どっちか選ぶならパック版になってくるんじゃないかなって思いますね。なので僕みたいに被った方はもう守備全振りロメロ作ろう。うん、それがいい。さあ、このガチャラストやってまいりました。ラストは SSS 評価第1位ソン・フンミン選手でございます。いや、このソン・フンミンはやばいですね。見たら分かる通り、最高総合値97、 TS 役で総合値100到達、バケモンでございます。まあ、総合値100にしたい場合はチームスタイルにタレントポイントは使えないんですけど、こんな振り方していただければ総合値100いくことできますので、ぜひ参考にしてみてください。で今回ですね、何がえぐいってレベル上限見てください。なんと通常よりも増えてるんですよね。
ね。っていうところから通常よりもがっつり強化されているのが激アツポイント1、そして激アツポイント2は瞬発力のトップ強化、総合値100のバージョンはクイックネス9振りしてるんですけど、なんと94突破、過去にないレベルで瞬発力高いゾンフンミンが爆弾してますので、ここもすごく強いポイントなんじゃないかなって思ってますね。で、僕がですね総合値気にせず育成したのがこちらになります。まあ、今回ですね瞬発がトップ強化っていうのもあって、スピード瞬発両方93乗せて爆速ゾンフンミン作ってみました。いや、これ結構強いと思うんですけどね。この能力でスキル超優秀の逆足両方最高はさすがにチートだと思いますね。おそらくドリブルギュンギュンで使えると思いますので、無印センターフォワードやセカンドトップで使うもよし、ウイングで使うもよし、とにかくこのソンフンミンが当たればこのガチャは大勝利になってますね。で、こちらがですね今週登場した同じウイングストライカーで両方逆足最高のデンベレとの比較になります。ウイングストライカーで両方逆足最高でガチスカレベルの選手って正直この2人ぐらいしかいないので、結構大事な比較になってくるんじゃないかなって思いますね。その上でこの能力差を見ていくと、やっぱちょっとソンフンミンおかしいぐらいに強いですね。得点能力、スピード、スタミナでデンベレを圧倒していて、コンディションの波も小さいなので C でも使えるっていうのはすごくありがたいですよね。まあ、デンベレはですね身長がちょっと低くてドリブル能力が高いので、小回りの効きやすさとかは間違いなくデンベレだとは思うんですけど、総合力で言うと改めてソンフンミンとんでもないレベルだなって再確認しましたね。で、最後に僕も気になっていた過去のソンフンミンとの比較、いや僕これね過去最強だと思うんですよね。まず丸1って能力が弱体化される前の FP ソンフンミンになりますので、今までだと過去最強の能力だったと思うんですけど、足元と瞬発の違いがありますので、僕はですねアップデート前のソンフンミン超えたと思ってるんですよね。なので能力的には過去最強、ただ丸2のソンフンミンだけはスーパーサブがついていてちょっと別物になりますので、丸2持ってる幸せ者のあなたはそのまま丸2を使っていただきたいなと思ってますね。まあでも総合的にも過去最強ですし、まあ能力見たら分かる通りちょっと今回のソンフンミンぶっ壊れてますので、いや改めて当たった方めちゃめちゃ羨ましいなと思いましたね。ということで今回の動画以上で終了していきたいなと思います。いかがだったでしょうか。こんな感じで毎回毎回いろんな動画まとめていきますので、ぜひ引き続き比較のチャンネル楽しんでいってください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次、また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。